それではただいまから茂木外務大臣によります定例の記者会見を始めたいと思います。大臣お願いいたします。冒頭私から3点あります。まず、沖縄戦の、戦没者、慰霊の日に関してありますが、75回目を迎える沖縄戦、戦没者慰霊の日に際しまして、恒久平和を希求する思いを込めて戦没者の方々に心から哀悼の意を捧げます。戦後75年の今日もなお沖縄の皆様には大きな負担を負っていただいています。このような現状は決して是認できるものではなく重く受け止めています。今後とも沖縄の方々の気持ちに寄り添い外務大臣として全力を尽くしてまいります。今日の慰霊の日に際し沖縄県立首里高校3年の宝茜さんが平和の歌を読まれました。大変胸を打たれました。あなたがあの時あの人を助けてくれたおかげで私は今ここにいる。私たちが先人たちがあの時勇気を持って行動してくれなかったら今の私たちがないのは確かです。二度と戦火を繰り返さない平和で希望にあふれる国を作っていきたいという思いを新たにしました。二点目であります。本日現行の日米安保安全保障条約の発効から60周年を迎えました。日米安保条約60周年にあたっての日防衛同盟に関する私の基本的な考え方は、本年1月に日米の外務防衛4閣僚が発出しました共同声明に示したとおりですが、この機会に改めて条約発効60周年にあたっての私の考え方、簡単に申し述べたいと思います。今日民主主義、人権の尊重、そしてルールに基づく国際秩序といった価値に対する揺るぎないコミットメントに根ざした日米同盟は地域における安全保障協力等を通じて今や我が国のみならずインド太平洋地域、さらには国際社会の平和と安定の礎の役割を果たしています。また日米同盟は今やかつてないほど強固で幅広くそして不可欠なものとなっています。日米安保条約はこのような日米同盟の中核であり我が国としては今後も米国と緊密に連携をし地域や国際社会の平和と繁栄の確保に取り組んでいきたいと考えております。最後3点目ですが、前回の記者会見で日本とベトナムとの間の往来に関する制限を部分的段階的に緩和していくことで合意した旨発表いたしました。その後ベトナム当局との間では具体的な措置手続きについて調整を進めているところであります。そのような中明後日から6月25日、26日、27日の3日間に在ベトナムの日本商工会議所のアレンジによりまして日本からベトナム行きの臨時便が運航されることになりました。これによりまして日本人駐在員及び出張者約440名がベトナムに渡航する予定です。これは両国間で往来に関する制限を部分的段階的に緩和していくことで合意した後初めての日本からの渡航ということになります。今回の渡航に際しましてはベトナム入国時にはベトナム側が指定をする新型コロナ
防止対策手続きに従って入国をすることになります。また今回の渡航者のうち比較的短期間で日本に帰国をします出張者が日本に帰国する際には先週18日の NSC コロナ本部での決定を踏まえた入国時の施行措置、具体的には追加的な防疫措置を条件に14日間の自宅等待機期間中も限定的なビジネス活動が可能になる措置、これが適用される見込みであります。私から以上です。ではご質問をお受けいたします。ご質問のある方は指名されましたらマイクスタンドの前に立って指名者名をおっしゃってからご質問をお願いいたします。ではお願いいたします。はい、産経新聞力武記者どうぞ。産経新聞の力武です。中国航線についてお聞きします。尖閣諸島周辺の接続水域に中国航線が入っているのがですね、71日連続で確認されています。で昨日もですね、領海への侵入が確認されたということで、こうしたその立て続く中国側の動きをどのように見ておられるかということと、日本政府の対応について聞かせていただきます。新型コロナの世界的な感染拡大によりまして、国際的な協調、連携が必要な中、尖閣諸島周辺海域において、中国航線によります接続水域航行及び領海侵入が継続していることは極めて遺憾であると考えております。中国のこうした活動については外交ルートを通じて繰り返し厳重に抗議をしてきているところであります。東シナ海の安定なくして日中関係の真の改善はない、この旨は安倍総理から習近平国家主席、そして私から王毅国民に対して繰り返し提起をし、中国側の行動を強く求めてきているところであります。今後も我が国の領土領海領空を断固として守り抜くとの決意のもと、冷静かつ毅然と対応していきたい、そのように思っております。次のご質問お願いいたします。はい、立憲新聞加藤記者どうぞ。日本経済新聞の加藤と申します。日米安保条約の改定の60年に関連してお伺いします。先般の記者会見で安倍総理がこの夏に安全保障戦略について、集中的に NSC で議論したいというふうにおっしゃられましたけれども、敵基地攻撃能力についてもその党側の提言を受けて、議論したいというお考え示されました。これまで日米でその盾と矛の役割分担ということをしてきたと思いますけれども、今回のこの議論でそういったその盾と矛の役割分担の在り方の見直しについても含めて議論されるお考えなのか、大臣の考えをお聞かせください。まずこのですね、日米安保60周年とこの夏、NSC で議論されること、これは別に60周年だから議論を始めるということではないわけでありますが、我が国を取り巻きます安全保障環境、厳しさを増す中でですね、どういった形で日米の連携を取っていくかと、また日本としてそういった防衛力、対処力を強化していくか、こういった議論は極めて重要なタイミングに来ていると考えております。単純に盾と矛と、こういったことで、なんていうか、性格づけられるような安全保障環境ではない、また必要な抑止力や防衛力ではないと考えておりまして、お互いにどう連携していくか、また役割分担していくか、そこの中で日本としてどういった形で防衛力を強化していくか、しっかりこの夏議論したいと思っております。はい、次ご質問いかがでしょうか。はい、高尾記者どうぞ。共同通信高尾です。よろしくお願いします。大臣が冒頭にご紹介があったのはベトナムとの出入国制限の段階的緩和について伺います。大臣ご紹介の中で、ベトナム側が指定する防止対策手続きとおっしゃったと思うんですけれども、これはいわゆるその日本人ビジネス関係者がには出入国時の その PCR 検査の陰性証明とか現地滞在中の その
活動計画の提出など、こういったものが適用されるという理解でよろしいんでしょうか。今ですね、相互の往来を再開する施行措置の回り方については、最終的な調整を行っているわけでありまして、当然ベトナムに入国するとなりましたら、ベトナム側がですね、指定する措置というのが必要になる、この詰めを今行っているところであります。はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは本日の記者会見は以上といたします。ありがとうございました。